1987年のヤクルトスワローズでは、1987年のヤクルトスワローズの動向をまとめる。この年のヤクルトスワローズは、関根淳造監督の1年目のシーズンである。B クラス脱却とチーム再建のため、1984年まで対応の監督だった関根淳造を新監督に招聘。関根新監督は、広沢克美や、 池山龍館などの若手を積極的に起用したが、成績には結びつかず、開幕後は、対応との4位争いが続いた。4月末には対談のマークブロハードに代わって、ボブホーナーが来日すると本塁打を量産し、ホーナーに影響された打線も打ちまくり、本塁打数は2位の中日に次ぐ159、本塁打とリーグ2位。親会社のヤクルト本社の株価が急上昇するなど、 ホーナー旋風が9回に吹き荒れた。投手陣では2年目の伊藤明光がエースとなり、小花高尾や高野光などもそれなりの成績を残したが、防御率は4.51とリーグ再開。リリーフ陣の不調もあり、借金返済はならなかった。それでも、対応の追い上げを振り切って4位まで順位を上げ、関根監督の1年目は、まずまずのスタートとなった。 カード別成績では、巨人、中日とマッチレースを演じた広島に13勝12敗1分と勝ち越したが、巨人には7勝16敗3分と大きく負け越し、優勝のアシスト役になってしまった。ありがとうございます。